い、こんにちは、ダメです。今回なんですけども、FF を使って遊んでみようかなって思います。まあ、もう一番注目するべき点は、ハイクロスティンガーの包囲型ですね。星4号のキャラクターでは初めてつきましたね、これ。はい、ということでね、ちょっと遊んでいこうかなって思います。まずはね、ボスにアジンキラーが刺さるようなところで、試運転していこうかなって思います。はい。やばそう。これちなみに星6のクエストです。うん。星5制限じゃないですね。それなのにこの火力感はやばいな。まあ、アジンキラー刺さると、こんな感じか。一体の火力感だと、こんな感じ。うん。さっきの遊撃なしだかんね。遊撃なしでこれだかんね。はい。やっぱりキラーが、ハマると強いっすね。え？で、あ、じゃあ、はは、アジンキラー、えぐ。で、ここが、ここでいっか。ちゃんと2体分回復出していきます。えぐいな。まあやっぱり強いっすね、ハイクロスティンガー。いや、これちょっとラック90作りたいっすね。これちょっと、こいつのために引くっていうのもありだな。バイトマジで。えぐ、1000万降臨で、じゃあ降臨じゃない、星4号で1000万はえぐいな。まあ、ベアトイってだいぶ、感覚、あれだけどさ、はい。はい、強っ。え？これはちょっと強いっすね。で、なぜか白亜が来たんで、まあ、ちょっとだけ火力感見ていきましょうか。興味ないけど、もう運極だからさ。ああ、やばいな。アジンキラー、はまってないもんね。ちょっと。このクエストって確か殴り火力が、直殴り倍率がかかってるクエストだよね。あ、ちょっと。はい。やば。はい、まあ、全然ね、キラーがはまんないようなところでやるんだけど、アシュラ回だね。いや、マジ強いわ、これ。ちょっと。星4号でこの火力感出せるって相当だよな。ベアトリスと違って何がいいかって、配置にね、ほぼ囚われない。遠かったら、あんまり火力出してなかったじゃん、ベアトリスって。でも、FF だったら、まあ、ほぼ囚われないですね。まあ、弱点位置によって、まあ、火力がめちゃくちゃ伸びるって時もあるんだけどね、ハイクロスティンガーって。時もあるっていうか、まあ、そういう仕様なんだけどさ。強っ。で、ちょっと強いね。おいしょ、やっば。地味に難かったんだけどな、このステージ。個人的にこれ昔苦手ですね。初実装された時、アシュラ回か苦手だったんだけど、これ、星4号にこれ、潰されてるって。えぐ。あ、ちょっと。強いな。これ、SS1 本打ってみるわ。あ、よいしょ。で、防御力ダウンするから、あ、なんか、あんまり火力は出ないな。まあ、普段はなんか、ハイクロスティンガーで火力出してあげて、うん。まあ、防御弾させて、まあ、それで火力をもっと伸ばしていこうねって感じなのかな。レベル1だけど、まあ、打たなくていいか。はい。あー、伸びなかったな。これはしょうがないですね。で、
ましょう。いやー、ついよ。400万って。星4号だぞ、これ。はい。これはちょっとラック90作りたいな。まあちょっと星6の性能はあれだけど。はい、オッケー。よいしょ。おー、やば。雑魚処理能力も強いし、火力感もえぐいし、やばいな。 SS 打ちます。はい、はい、ということで、まあ FF をね使ってみました。これはちょっとラック90作りたいし、これはあの遊戯ケールはねマジで必須かなって思います。じゃ、バイバイ。